Thank you.
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 あ、入ったよね。よし。さあ、今日は、おう、モアナやるって。ごつんつんいらっしゃい。桃の写真送ったよ。桃といっても、花桃。え、花桃ってなんだ。さあ、モアナやるね。ディズニーアニメですからね。今日は史上波初なのかな。まあ歴代の、これもあのプリンセスに数えられる、ディズニーキャラクターなので、まあ楽しんでみていこう。絵柄がちょっと損してる感あるけど、いい話ですよ。いいキャラも多いし楽しみ。見たことある人います？こんばんは。はい、こんばんは。どうもいらっしゃい。見たことある？あんま話題になってるイメージなかないなあ。ゆいさん見たことあるんだ。なるほどなるほど。他には？あ、ほんと。あ、ひよりさんもあるんだ。へぇ。あ、でもあんまりないのかな。あ、あの、これはあの、シュガーラッシュオンラインっていう、あの、作品でもですね、このプリンセスキャラは、いじられてました。いじられてたっていうか、あの、この映画のネタを言ってたので、まあ、見ておくと、シュガーラッシュオンラインが少しニヤッとするというレベル。ないか。あんまなんか、確かこの作品は、アナ雪と似たような時期だな。モアナ公開はいつだ？モアナ2016年、アナ雪。アナ雪2013年、アナ雪よりも後なんだけどね。アナ雪でディズニーの映画すごいすごいってなったけど、まあこの作品まではあんまりに、あの、なんだろうな、声は聞かなかった感じか。10周年、あ、いただきます。ありがとうございます。見る見る。そうなんだよね。あの、この同時期にね、ジブリがね、レッドタートルっていう、あの、亀を、なんかレッドタートルっていう、だから同じ海を題材にしたジブリの作品を出してるんだけど、それもあんまり、なんだろうな、話題になってなくて、混同してる人はいるかもしれない。ジブリはその作品で、あの、ジブリの看板畳んじゃったし、でも歌はいいですよ。あの、ディズニーによく、ある、ミュージカル的な曲があるけど、まあまあいいですね。好きですよ。冒険者だね。
始まった。ピクサーじゃないからね。これはディズニーです。ディズニーはディズニースタジオ、ピクサーはピクサースタジオなんで、これは 3D だけども、これはディズニー。民族色は強いよ。初見じゃないよってどうもいらっしゃい。3D、 いや綺麗だわ。こんばんはいらっしゃい。ディズニー作品だね。悪いやつだ。フェイトゴーとかやってるとこういう神話っぽいものを好きになっちゃうね。ああ、そうね。マウイもフェイト5にあるのかな。もうあの世界は別に神じゃなくても何でもありだしね。偉人であれば何でもありだからな。てかさすがにないか。なかった。でもこのマウイっていうのは半分神様らしいから、まあワンチャンあるよね。オリキャラではなさそうですよ。あ、マウイ島のマウイかな。ハワイ神話。タラばあちゃん、ああ、ニュージーランドではない。これテレビでやんのかなーって思ったけどやったね。たとえちびっこだろうと女の子の裸って時点で日本のテレビはだいぶ厳しいとは聞いたけどな。
優しい。カメが無事に海に行けるのも少ないと言いますね。彼は後にカメクラまんじゅうを知るであろう。水の表現がすごい。めっちゃ綺麗。ニュージーランドはマウリです。へー、綺麗。いやー綺麗だ。いやーディズニーならではの表現だよな。沖縄の水はめっちゃ澄んでて綺麗って言うけど、ハワイもそうなのかな。すごい透き通ってる。かわいい。これは 4K すごいよって。うわー 4K テレビで見たい。いいなー、迫力すごそう。ハワイの方が水は綺麗なんですよって。え、そうなんだ。村尾さんの娘。どうやってこんな綺麗な映像作ってんのかねってね。映像技術、金かける額違うもん。ピクサー知ってます？あの1秒だけ映る映像でも、そこに映った例えば CD の山積みがあったら、その CD 山積み1秒だけしか映んなくても、その CD には全部パッケージとタイトルが書かれてるなんて話があった。まあ、ピクサーはやりすぎって言うけど、書き込みがすごいよね。あと歌だな。歌もいいけど、モンスターズインクっていう作品で、なんかほんとチラッ 一瞬だけのシーンにものすごい作画かけてるってのは聞いた。ハワイのイメージだわ。ね、今のハワイはこんなんじゃないよね。日本で言うと江戸時代ぐらいの昔さだよね。ちょっと昔。カーズの車に反射してる光の表現もすごい。あそれはわかる。なるほどなるほど。カーズはピクサーだ。そう、ピクサーの映像は書き込みはすごいよね。カーズか。車反射するもんね、光を。
映画作るなら何作りたい？難しい。自由に発想で、自由発想でいいの？じゃあ異能力バトル作りたい。ポケモンばりのやつ、属性対属性みたいなやつやりたいわ。やっぱね、映画はね、スリリングでアクションでファンタスティックでないと。あとアバンギャルドでアバンチュールがいいな。てんこ盛り。こんばんは、いらっしゃい。レアリティ死神、お、ウルトラレアか、 SSR ぐらいか。あー、外行かないって言ってる。村尾さんになった。ゲイ何してんのって。え、今はあれですよ、あつ森鉄鉱石30個集めたよ。うーん、豚肉。入れ墨掘ってる。お、すげえ。キレキレっすよ。やめろブー。女性で村長なれるんだね。古い時代だと男しかダメってイメージはあるけど。ハワイはどうなんだろう。日本はその辺強いけどね。ハワイは異文化なのかな。ヘイヘイ。ナンパしてる、ナンパしてるな。2分の1の魔法を楽しみにしたのに公開延期は残念ですね。残念だね。コロナが悪い。コロナの特効薬作ってよ。したら多分2分の1の魔法見えるよ。あ、こういらっしゃい。あっかりいらっしゃい。モアナはいいぞ。これぞディズニーアニメ感あるぜ。ちょっと民族によってるけどな。でも別にそんなディズニーしくなくてもいい。でもね、ストーリー構成は完全ディズニー。魚が取れない異常事態だ。女の子だから乙姫に会う。乙姫か。日本的な。乙姫ってどこ、日本だよね。あさって卒業式なんですよ。あ、そうなんだ。おめでとうございます。あ、学校あるんだ。学校あるといいね。国外ではコロナが広がってるからね。村のしきたりだ。
本当は行きたい。浦島太郎は古事記の山彦の話も立ってるって。山彦、ここ、これいい曲、これモアナの代表曲だね。クレシーンも4月なんだよね、映画ね。どうかな。好きだわこの曲。娘がアップ始めました。まあここだよな。マスコットキャラ、豚、子豚。鳥肌立つわ、好きだわ。ワクワクと一緒に世界広がっていく感じ。好奇心。アマゾンの箱ヨット。え、どういうこと？海っていいのかな。うーん、ダメだろうな。でもまあ村おさらし町、もうねえ、民のみんなが困ってたら、民のみんなが困ってたら行かなきゃいけないんだろう。あー危ない、あー危ない、あー、危ない。やばいね、越えようとしただけであれだ。あー怖がっちゃって。こんばんは、いらっしゃい。ディズニーアニメは好きかい？
うちのマーナのヨットは段ボールできてるよって写真あります？見てみたい。じゃあ今段ボールヨットに乗ったんだな。ただの段ボールなの。あ、なるほど、あ、そういうことか。なるほど、なるほど。えい。お。CM。あれ？これやんのテレビで。あ、暗殺教室実写版やんの。あ、ちょっと興味ある。いつ ?30? え、平日？おお、来週チェックだわ。見たい。古事記的に乙姫の正体何ですかねって。まさか、まさかアマテラス、まさか。暗殺教室実写、何時だろう。3、4年前に出るやつだよ。嘘つけ。いや、今日地上波初だった気がするですよ。やってない、やってない。いやいや、初のはずですよ。古事記がわかりません。古事記っつうのは、海にある、ミネラルをいっぱい含んだ、ね、味噌汁とかに入れると美味しいやつですよ。ひじきだね。こじきっつうのは、こじきっつうのは、こじきっつうのはね、教養を試されていますね。そうそう、電力でね、床を吸って、ほこりとかゴミとかを吸っていく。まあ生活周辺の家電ですよね。掃除する道具でね。うん、掃除機だね。サメなの。へえ。録画してないよ。録画したい。録画する機会ないんだ。欲しい。録画しなくてもね、ビデオ屋さんでね、レンタル100円で借りれますよ。DVD 借りた方が特典とか見えるし。そうそう、鼻が長くて、マグロの一種でね、割と大きな魚で、鼻には骨が入ってるね。それはカジキだね。違うよ、古事記の話だよ。玉ねぎ頭に卑怯だって言われる方。そう、唇が紫でね、もう裏切り者で卑怯でしょうがねえわ。それ不時期だね。それは不時期だ。なんだろう。
ロシアの中にお肉が入った、どういうこと？ロシアの中にお肉が入ったパン？ピロシキだね。それはピロシキだね。太鼓だ。あ、こいらっしゃい。何かが目覚めている。サンゴ礁の外だよね、これは。ピロシキか。ピロシキ食ったことないか分かんない。北斗七星、あっちが北です。ほう、昔は外出て漁してたんだ。血筋で、島町を継いでいってそうだから、あの偉い人っぽいのはモアナのご先祖ってことになりますね。ハワイってここにあるんすよね。いやー、島と島探しに出かけるのは大変ですよ。太平洋の真ん中だもんね。暴走した獅子神様みたい。デイダラぼっち。いらっしゃい。
導いちまったな。危ないよ。こっから旅の始まりだ。でもな、村から離れんのつらいだろうな。長いこと生きてるけど、海を可愛いって思ったのこの作品が初めてでございます。ほう、そうね、海か。海はどっちかって怖いイメージありますもんね。どっちかっていうと日本海側、日本側に伸びてるのがハワイ。そっか、日本側か。古事記には鶴の恩返し的な話もあるんだよって。あ、そうなの。古事記って本当にいろんな話あるんだな。へえ。浦島がじいちゃんになった後に飛んでいったっていうのもつながってる？え、飛んでいった？え、話ってそうつながるんだっけ？あ、ちなみにヤフーレビュー、ヤフーレビューで言うと、モアナと伝説の海、なんと 3.9 って高っ！すごいね。おお、5000人がレビューして 3.9 か。これは相当高い方だな。レビューだけで言うと、アナ雪超えてるんですよね。 3.7、 まあ若干だけど。おばあちゃん、夏決まり、夏決まり。あ、ん、ばあちゃん、さっき話した山彦が乙姫正体のサメの姿を見てしまって、子供を置いて海神の国へ帰ってしまう話。へえ。そんな話あるんだ。もっと縫い、ニュージーランド北部にモトゥヌイという場所があるらしい。
もしくはタヒチド語で大きな島という意味がある。はあ、ああ、お母さん。えい、おばあちゃんかな。和田摘み。なんか聞いたことあるな。ワンピで聞いたぞ。この曲いいよね。いいよね。好きよ。ガン。やってり。あ、ついてきちゃった。ポンコツニワトリ。危ねえ。ポンコツ。まあ作品見る上で大事なのは、あ、CM か？ CM 今日多いな。モアナのテーマが、作品の全体のテーマとして外に目を向けようというものがあるらしいです。この辺着目しながらどういうストーリーを追っていくかって考えたら楽しいかもね。これは今レビュー記事見てたんだけど、やっぱね、傑作という位置に入るみたい。最高の作品って意味ですよ。あ、こです。みゃー。あ、猫だ。猫がいる。いらっしゃい。DDSJ モニカいるね。モニカいるよ。モニカ好きかい？モニカはいいやつだよ。娘、あどうした娘。モアナは海洋アドベンチャーだから、海を冒険して何か得る話だからね。
ヘイヘイ大好き。あ、そうなんだ。ほう。そうか、あの豚の方が好きだと思った。始まった。あ、危ない、見失う。ひっくり返っちゃった。 DDLC のモニカはどう思う？嫌なやつか？いいやつか？どう思うよ。危ない。いいやつか。そうだよな。キョンピはほっとけなかった。またかぶってる。いらっしゃい。あ、ちゃんと聞いてる。なんて悪口。力強い。サイン。力強いな。陽キャオ。
陽キャすぎて話聞かねえからな。前向きすぎる。シガーラッシュオンラインでモアナがイアウェルカムっていうのこっから来てんだぜ。こいつ好きになれねえって勘違いされやすいやつよね。まあ陽キャすぎるっていうところはあるけど、どうだ、いや作品最後まで見て判断してほしい。こんばんは、いらっしゃい。マウイのことどう思う？苦手ってしている。顔がうるさいよね。顔がうるさいって言われたのマウイとミヤノ守るぐらいだよな。同等レベルだ。神様ってこんなもんですよ。良かれと思って面倒なことばっかしますからね。ヨーロッパの神とかひでえよな。神同士で不倫劇とかやって人間の方に被害出るしね。まあ、それも人間っぽいとこなのかな。ヴィランズの中誰が好き？ヴィランズか。面白いやつが好きやね、やっぱね。かっこいいで言うと、アースラー。あと何かな？面白いで言うと、ハデス様かな。ジャファーもコミカルなシーンがあって好きよ。あ！閉じ込めた。自慢男。ははは。話聞きませんな。ゼウスなんてヤギに変身して人魚とえらいことをしてヤギ魚っていうのを作ってますからね。いやー、えらいことになっちゃってますね。そりゃとんでもねえな。さすが全知全能の神。ヤギ魚？あ、あれじゃん、ヤギ座のヤギって魚、下半身や、あれだっけ、魚だっけ。 あ、別のものそれ。ヤギウオか。ピクシブに記事があるな。あ、ごめん、違った。ヤギウオって、セイントセイヤ。あ、そう。いや、ウェルカム。CM やだなーって。ねー。でも CM ないとね、この時間にこの映画流すお金がたまらないから、この時間にテレビでこの映画流すことによって流すにはあのお金が必要だけど、そのお金を工面してもらってるのは CM 出してる会社だからね。ヤギ座合ってるよね。ヤギ座そうだよね。下半身魚だよね。あれゼウス関係してんだ。今のやられたら一生恨むぜ。恨むかー。まあ神の中でも癖がある方だな。ワンワン、すげえ名前だ。はい、こんばんは、夢のワンワン王国さん、いらっしゃい。すげえ名前。なんてファンシー名前なんだ。その名前の由来何？犬派か。鳥に変身したら焼いて食っちまうぞ。鷹だしな、そう簡単に捕まんないぜ。お、ここまでのあらすじ。ちびっ子がこう途中から見ても平気なようにあらすじタイムを入れてくれてるぜ。優しいフジテレビ。
ヘラクレスも浮気相手の子供なんだよね。なんてこった。そんなヘラクレスをディズニーはアニメ化しております。工藤静香が出ていますよ。なんてこった、大自然の猛威がもう穴を待ち受けていた。モアナってあれか、1時間半しかないんだっけ。尺稼ぎだな。なんとら、焼き座、魚だか半身。もじゃもじゃって言った。あ、食われる。あー、顔が。ポンコツすぎる。腹打ち。残された。お、ってあ、水の表現がすごい。実写見て、あー、あ、これは海さんの協力なしにはなし得なかったな。よろしくお願いします。どうもいらっしゃい。初見です。お、池田まさきさん、初見さんいらっしゃい。一緒に見ようぜ。S のスイッチが入ったな。いらっしゃい。
あ、ちっちゃ。危ない。あ、これが海賊か。海賊だ。スリラーバーク。うわっ、あぶね。へいへい、迫真のツンツン。外した。あいて。この船すげえぞって。多機能すぎる。諦めが早い。いや、吹き矢。あ、しびれ役。すげえ。しびれ吹き矢。娘が一番気に入ってるキャラ待ってる。もしかしてあのキャラですか？この次のキャラ？
一本取られましたね。マッチポンプじゃねえの？そうだよね。まあこの結果見越してないでこうなったからな。まあマッチポンプよね。次に出るキャラが人気キャラらしいよ。フィッシャーマンズノット？何それ？お、ディズニーだから自虐的な。刺した。船乗りの技術はすごいね。うん。流した。バッチー。何人が察するんでしょうね、今のシーン。察しちまった。バッチ。海の水があったかいってことは、神っぽくねえなあ、ほんと。まあ生理現象的なあれ、あ、ちょ、しし、マウイはヴィラン側かと最初思っていました。完全に入ってないよ。セーフセーフ。